ウェブラジオ各週配信野崎くん。こんにちは、鹿島優役中原舞です。アシスタントの桜千代役小沢ありです。よろしくお願いします。ありちゃんよろしく。舞さんよろしくお願いします。パーソナリティに中原舞さんをお迎えしてお送りします、うん、ウェブラジオ各週配信野崎くん。この番組はテレビアニメ月刊少女野崎くんのメインキャストを待ち回りで MC に迎えてリスナーの皆さんとコミュニケーションを図るウェブラジオです。そっか、前回と前々回が、はい、中村くんと、岡本くんの2人が来たね。大変だったんじゃない？いや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 。今日は平和だと思うよ。本当ですか？うん、コンパクトめに行こうね。あ、オッケーです。うんうん、大丈夫？大丈夫だよ。なんか前回さ、はいはい、どういう話したの？前回、中村さんがクソ野郎って言って盛り上がった。ちょっとうちの後輩にクソ野郎とか言わせないでくださいよ。これからなんですからうちのありちゃんはやめてください。本当にこうやって二人で話すのってこの間の上映会以来かな。はい、そうです。あとインタビューやりましたよね。なんかのあ、やった雑誌のやつ。そうなんです。それで結構がっつりした後に上映会だったんですよ。そうだそうだそうだ。よかった。私上映会ね、はいはい、MC を任されて、はい、めちゃくちゃ緊張してたんだけど。してましたね。なんか楽屋ではなくて。そうなの。だってさ、中村くんもあと、いつも岡本くんの名前が出てこないの。なんでかな。なんででしょう。なんでかな。ミコリンとね。ミコリンと。なんかやっぱり皆さん、こう、女性のファンがさ、はい、たくさんいるでしょ。で、やっぱ野崎くんって少女漫画だから、はい、女性のお客さんいっぱい見に来てくださってて、読者層がやっぱ女性だから、はいはいはい、これ私 MC で、二人に下手なことをしたら、私カミソリ来るんじゃねえかと思って、すごい不安だったの。そうなんです。だから結構口数少なかった、おとなしめだったんだけど。そうなんですか。そうなんです。上手だったんですけど。ありがとう、その言葉を待ってたんだ今。本当ですか。よかった。そんなこと言ったら私もカミソリ来ますよ。そんなことないよ。かわいいかわいいっていうね、あのツイッター多かったよ。あ、本当ですか。ちょちゃんかわいい、ちょちゃんかわいい。生きながらえる。生きながらえる。どうだったこの間の。本当に女性が多かったですね、うんうんうん、だからもうなんかまあ私はあれかな、なんかの普通にしてよ、特になんか頑張らっていいかなみたいな。こらー、そうじゃない、なんて言うの。そう思ってたんですけど、なんかちよちゃんって言ってくれたから、うんうん、あ、私見えてるって思って。見えてる。あ、私なんか皆さん私のこと見えてるんだなと思って。あ、なるほど、物理的に見える。私にも構ってくれるんだと思って。あのさ、ちょっと前から思ってたんだけど、はい、アリちゃんってちょっと不思議系だったのかな。私不思議系とはあまり言われない。本当？しっかりはしてないよね。嘘。私年の割にはしっかりしてるねって言われるんですけど。本当？あれ今いくつだっけ。私は21歳です。そっか。あ、でもどうなんだろう、もうちょっとしっかりしてない。じゃあ今日はしっかりしていきます。そうだよ、アシスタントなんだから、はい、よろしくお願いしますね、はい、では参りましょう。ウェブラジオ各週配信野崎くん、略してのラジ、配信第2回目始まりのお時間です。月刊少女野崎くん原作コミックス第5巻はスクエアエニックスより7月22日発売。宮前さん&前野さんの編集コンビとタルポンの表紙が目印。どうぞお楽しみに。ウェブラジオ各週配信野崎くん。さて、ゲストパーソナリティに鹿島優役中原舞さんをお招きしてお送りしています。今回の各週配信野崎くん、ついにアニメ本編にも鹿島くんが登場しますね。そうなんですよ、ついにね。うんうんうん、今晩から出てくるらしいので楽しみにしておいてください。ね、いや、なんかドキドキするんですよね。え、やっぱりこう、あの、かっこいいじゃないですか。学園の王子様で、うんうんうん、で、女の子にキャーキャー言われててっていう役を私初めてなので、うんうん、そういう役をやらせていただくのが、はい、だからこう、自分でまだ、オンエア見てないし、そうですよね。どんな風になってるんだろうっていう。あ、プレスコで撮ったじゃない？はい、大丈夫です。大丈夫だった？大丈夫でした。ほんと？アリちゃんがそう言うんだったら大丈夫かな？
嬉しい。そうだよね。ヒロインがそう言うんだもん。ちょっと待ってください。大丈夫ですよ。ありがとう。ねえねえ、知ってた？はい。ハロウィン生まれなんだって、鹿島くん。ハロウィン生まれ。すごいですね。10月31日かな？ 1ですね。うん、10月31日生まれなんだって。なんか、登場人物結構みんな、カッコなんとかって書けるぐらい、特殊な日に生まれてます。うん、え、ちおちゃんは？ちーちゃんは、3月13？なんか、桜の日でした。へぇー！で、のぞきくんは梅の日なんですよ。うん、とか。うわ、梅太郎だから ?27 だ。間違えた。さかちゃん。ちおちゃんは27。27日？へぇー、面白い。え、ミコリンは？ミコリンは、2月14日のバレンタインデーの日なんです。うん、あ、そっか、はい。なるほどね。堀先輩が面白いんですよ。うん、いつ？あの、ニーハイの日なんです。え、ちょっと待って、それ中の人の趣味とかそういうこと？そういうキャスティングですか？違うの？違いますよ。ニーハイの日ってあるんだ。しかもでも味結構好きですよね。そんな描写ある？あ、ありました、ありました。あったっけ？あの、足が綺麗な人、みたいな。あったー、顔じゃねえのかよ、みたいな。あったあったあった、そっかそっか、だから2杯の、え、違うでしょ。なんかかわいそうですね。ちょっとなんか、真面目な人だと思ってたのに、みたいな。ねえ。ゆずきは？ゆずきが、うん。七夕です。和歌は？和歌が、睡眠の日、9月3日、睡眠の日。なんか、あのさ、だいぶどの日でもいいんじゃない？みたいな。その辺になってくると。へぇ、そうなんだ。あとは、特にですね。他の人は書いてない、格好書き。やっぱこう、あの、メインキャラは、何かに格好つけてみたいなの欲しい。そうと、あの、個性的ですからね。そうだねー。で、鹿島くん、うん。本当に、オープニングも、イケメンじゃないですか。うん、かっこいいね。すごい、かっこいいって思ったんですよ、最初。うん、うん。でも、なんか、舞さんの、鹿島くん見たりとか、アニメの鹿島くん見て、どっちかっていうか、かわいいなーって気持ちの方が出てきました。なんか、堀先輩といる時の鹿島くんって、なんか、天然っていう感じで、めっちゃかわいいですよね。そうだね。先輩みたいな。先輩って感じで。ちょっと、あ、違う、どうしよう、私の言い方が悪い。いやいや、そうだよ。いいんだけど、なんだろうな、こう、前々から感じてたの、そういうとこ大好きなんだよ。ありちゃんのそういうとこ大好きなんだけど、なんか、先輩なんだよ、私。どうしよう、気持ちが伝わってない。私の、ちょっと私の、この、表現力が、うまく追いつかないみたいです。なんか、ざっとさっき計算したらさ、10年以上先輩だったんだよね。はい、そうでしたね。ねえ、びっくりしたね。大先輩です。事務所も一緒だしね。そうなんです。気をつけようか。はい。気をつけます。ちょっと、これ聞いてる人にまた言われるんだろうな、中原が後輩いじめてる。そんなことないですよ。そのインタビューを初めて一緒にやった時に、うんうん、私もインタビューすらも誰かとインタビューっていうのも初めてだったんですけど、うん、その時やっと中原さんといっぱいおしゃべりできて、あ、そうだね。そうなんですよ。確かに確かに。ちょっと大先輩っていうのもあって、あとやっぱ、お綺麗なのもあって、なんと私なんぞがお話をするのはちょっとあれかな、みたいな思ってて、なかなか現場でお話ししに行くのが、若干少なめだったんですけど、うん、そうだね、はい、確かに。なんですけど、こう、まあ、こう、いざ、一緒にやった時に、すごい喋りやすかったんで、私も、ひょーってなっちゃって、大好きってなっちゃって、で、ツーショットも初めてだったんですよ。中原さんと。あ、インタビューの時の写真ね。そうです。写真も初めてで、うん、リードしてくださったじゃないですか。カメラマンさんが、ちょっと、もうちょっとくっついてみてよっていう時、私何度か近寄って、いいんでしょうかみたいな。全然近寄ってこないから。待ってて、みたいな。だからもう、見かねて、こう、手を差し伸べてくださって、抱擁をね、軽くピュッてしてくださった時に、私初めて、鼻の下が伸びるんだって、体験しました。ちょっと感覚が男性だね。やばい、やばい。いや、でもあの時に、のインタビューで私もちゃんと喋ったの初めてだったけど、はい、すごい楽しかった。楽しかったんですよ。だからちょっと写真チェックしてる時に、初めの写真がちょっと大変な顔してたんですよ、私。緊張してた？いやー、緊張してました。あ、これ、鼻伸びてる顔やーって思って、なんかいい経験させてもらったなーって思いました。よかったです。だったら、はい、でもきっとこれからも、はい、こうやっていろんな現場でご一緒することになると思うから、頑張ります。なんか、動きはラジオじゃ伝わらないんだよ、千代ちゃん。
今すごいピースしながらめっちゃ振ってたんだけど。頑張りますね。大丈夫です。可愛いですよ。はい。中原さんが演じる鹿島優が登場する月刊少女のぞきくん第3話、うん、第3号がですかね、はい、間もなく放送なんですけど、放送日時は公式サイトでご確認ください。さてこの後は月刊少女のぞきくんの登場人物をフィーチャーするキャラ推しコーナーをお送りしますが、その前にちょっとこちら、月刊少女のぞきくんのブルーレイと DVD 第1巻が9月24日に発売決定。野崎と三越馬が歌うキャラクターソングを収録したスペシャル CD やメインキャスト出演のイベントチケット優先販売申し込み券を封入。さらにミニ OVA などの映像特典のほか、メインキャストによるオーディオコメンタリーも収録。ただいま全国のアニメイトとアニメイトオンラインショップでたぬき缶バッジがついてくる早期予約キャンペーンを実施中。どうせ買うなら今すぐ予約しようね、お姫様。ウェブラジオ各週配信、野崎くん。その人やめといた方が。フィーチャリング桜千代。誰もが陥りがちな盲目の恋を募集して今後の人生の糧にしていく、その人をやめといた方が、フィーチャリング桜千代ということで、女性ゲストの時にしかできないガールズトーク的コーナーですので、事務所的にも人生的にも大先輩のお前さん、よろしくお願いします。じゃあまず知ってただろうネーム、うん、犬好きみーちゃんさんからいただきました盲目の恋バナです。はい、私が以前付き合っていた人はものすごくロマンチストでナルシストな人でした、うん、誕生日にバラの花束をプレゼントみたいなことは当たり前で、うん、メールをくれるときはだいたい彼の自撮り画像が一緒に添付。いらない。でもあの当時は私もそれがかっこいいと思っていたし素敵だなと思っていたんですけど、冷静になってみると私より自分のことの方が好きだったんだろうなと思います。そうです。いやー、ロマンチストはじゃあどうですか。ロマンチストはいいと思うよ。うんうん。でもちょっとナルシストはちょっとね。でもみーちゃんさん大学生なんですけど、うん、大学生でロマンチストってどうですか。ロマンチストってみんなロマンチストじゃないの。なんか大人なら素敵だなとかちょっと思うんですけど、なんかちょっとまだ大学生もまだ若干やっぱなんか お子様感あるのかなって思って、なんかそれでなんか大学生がバラって言うとなんかおーってなるかなってちょっと私はちょっと思っちゃったですよね。年の差ってどのぐらい離れてたんだろうね。高校生だったら大学生にそれされたらあーってなるかも。もしかしたら確かに、うん、今私が大学生にそれされたら、はいはい、おーいってなるけど自撮りられよってなっちゃうけど、はいはいはい、もしかしたら高校生の時だったらキュンってするかなって。うんうん。アリちゃん的には恋男性はどうなの。はいはい、自撮りはちょっと嫌だよね。すごいなんかこう、何上から、あー斜め45度で、そうそうそう、何、アイドルの自画像みたいな、あ、自画像、自撮りみたいになってたらすごい嫌だもん。嫌ですね。嫌だね。でもほら、好きだから、かっこいいと思っちゃうんですよね。そうだね。まさに恋は盲目なんだね。盲目ってやつですね。うわ、怖いね。どうして分かりちゃったんだろうな。気づいたんだよ。ある日気づいたんだよ。こいつナルシストだ。私のこと好きじゃないぞ。気づいちゃった。ちょっとやめといた方がいいですね。正解です。ね、次は、うん、知ってただろネーム、ちゃんくみさんからいただきました。盲目の恋バナ。私が大学生の頃に付き合っていた彼は、すっごく優しいし、話もあったんですが、ただ無駄毛処理をさせてくれないんです。夏でも吸うなって言ってきて、それが理由で1年付き合って、ちょ、それが理由で付き合って1年も経たずに別れました。え、待って、これを誰が読ませている？これを誰が読ませているの？うちのアリちゃんに。自分でやるのよ。アリー！わかー！これを選んだのね。私が選びましたー。びっくりしたー。いや、なんかそんな人いるんだなーって思って。フェティシズム的なやつですか？そうなんです。なんか、聞いたことないなーって思って。これは理由まで聞きたかったですね。そうだね。どういう趣向でそういうことになっちゃったんだろうなみたいな。じゃあ例えばそのアリちゃんが、はい、例えばお付き合いしている人がいます、はい、その人がヒゲを伸ばしました、おちょっとチクチクしますっていうのはどう、ありなし、
私ひげチクチクはあの剃りましょうって感じですね。なるよね。なります。多分この人はひげチクチクみたいな感じが好きなんじゃないの？あ、そっか、あの触れた時にちょっとチクいやちょっと嫌ですね。なんかちょっと嫌ですね。なんかそのおひげジョリジョリ好きな人もいるじゃないやっぱり。あ、なんかもう好き嫌いは自由ですけど、ちょっとフェチーズムがちょっと強めだとちょっときついですね、なんか。そうだね。ちょっと、堀ちゃん先輩の足綺麗ぐらいまでが、ちょっとギリなのかな。そうですよね。ちょっとこの人は良くても、周りの人があって、女の子のね、気持ちもありますからね。そうだね。やめとこう。そうだね、やめとこう。よし、処理したいもの無駄で処理した方がね、さっぱりしますからね。はい、はい、続いての、してただろネームメタモさんからいただきました。盲目の恋バナ、うん、私が好きだった人は同級生の幼馴染なのですが、うん、とにかくゲームオタで、ギャルゲーなんかはとことんやるのにとんでもなくリアル女子が大嫌いで、付き合う意味がわからないという男子でした。彼は不意に、今度テストなんでしょ？頑張れよ、なんて言ってきたりして、本当はすごい優しい人なのですが、夜を通して電話するとき、ずっと語ってくれるくらいギャルゲーが好きなのに対して、恋愛の女子の話になると、付き合っても俺がお金払わされるだけっしょ？とか、クラスの女子とか LINE 誰も知らないし、女子うざいだけじゃん、なんて言うんです。ある日、うちが彼女になってあげよっか、なんて冗談半分で言ってみたら、マジ彼女とかいらないから、とスパーンと切られた以来、さすがに諦めたのですが、さりげない優しさって罪ですよね。なんで好きだったかは、今では謎です。へぇー。なんか、ゲーム、ギャラゲーは好きなのに、うんうん、リアルの女の子ダメって男の子、私もなんか、周りで聞いたことがあって、多いんだなーって思いました。それはなんでか理由聞いた？いや、怖いんじゃないですか、リアルの女子が。あ、なるほどね。なんかちょっとビクビクしちゃうらしい。臆病らしいですね。あれかな？別に、ゲームの中の女性は、うん、まあ、こう、ちゃんと正解ルート行けば、落とせますしね。でもちょっと間違えるとさ、まあ、バッドエンドですけどね。そうだよ。こんだけラブラブしておいて、友達だったみたいな終わり方ですもんね。いやでも、またできるんですよ。またプレイできるんです、その子。そっか、一からリセットできるんだ。多分嫌われても。そういうことだと思います。なるほどね。まだ逃げ道が、これはゲーム、これはゲーム、これはゲーム、みたいな感じがあるのかな。確かに現実の女子一回嫌われたらリセットできないもんね。本当ですね。挽回が大変ですね、世の中はやっぱり。そうだね、お金もかかるしね。お金もか、正解ですよね、なんかしかもこの方は高校生なんですよ。なんか高校生の男の子かな、うん、思ってるのが、ちょっとまだ人生諦めるの早い感じがしますよね。なんか誰か救ってあげてって思いますね。なんかこう女子のいいところをアピールしようよ。女子のいいところ？現実の女性にしかできないことってあるじゃない、やっぱりこう。ありますね。ゲームの女子は一緒に街を歩けないよ。あれ、バーチャルな世界でしか歩け、歩けちゃうの？なんかほら、DS のなんか一緒にデートできるやつあるじゃないですか。いやでも、じゃあ例えば俺の彼女って紹介できないよ？ああ、いや、できるんじゃないですかね。これ、俺の彼女。いや、ダブルとか、ね。嘘でしょ。やめて、やめて。みたいな。二度見しちゃいますよ、そんなの。あーんができないです。あーんができない。できない。そうだよ、ご飯食べてくれないもん。そうですよ。そうだよ。手料理も食べられない。そう、手料理も食べられない。うわー、人の温かみを感じられない。そう。どんなに一緒に添い寝したって、冷たいからね。そうですよね。パターンって閉じちゃえば。彼女は冷たい、スイングモードになっちゃうからね。そうですよ。女子の素敵なシャンプーの香りもしません。しませんね。しません。あ、残念だです。残念。いや、もう間違いないよ。残念。残念です。すごい残念。損してます。損してる。女性のシャンプーの香りほどいいものないよ。本当ですよ。ね、うん。教えてあげてほしかったな。惜しいことしたな、この男の子。って感じで、貴重な体験談や目撃情報、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、明日は我が身だ盲目の恋、その人やめといた方が、フィーチャリング桜千代のコーナーでした。テレビアニメ月刊少女のぞきくんのオープニングテーマ、君じゃなきゃダメみたいと、エンディングテーマ裏表フォーチュンが
角川メディアファクトリーより8月27日発売。お求めは近くのアニメイトや CD ショップで。よろしくお願いします。ウェブラジオ各週配信。野崎くん、ふつおた、イエイ。大分県からいただきましたターキーさんです。ありがとう。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。アニメ版月刊少女野崎くん見ました。ありがとうございます。アニメの野崎くんたちははっちゃけていましたね。毎週楽しみです。さてさて、私は漫画が大好きなのですが、今回野崎くんがアニメ化したので漫画の方に特典がつくようになりました。おう、他の作品ならこんなことはしないのですが、特典のシールやステッカー、反則用のペーパーにしおりと、どれも可愛くてとても欲しかったので何冊も買ってしまい、すごいな。漫画の山を見るたびににやけてしまうのですが、落ち着いて考えてみると買いすぎだなぁとほんのちょびっとだけ反省しています。ですが7月22日に5巻が発売されますよね、はい、イエイ。そうするとまた得点がつくのでとエンドレスになるような気がします。皆さんは漫画はよく読まれますか。ですよ。あ、そうなんですよ。あじちゃん、そうなんですよね。知ってます。7月の22日に5巻がやっとこさ発売ですね。やったー。これも特典がいっぱいあるんですよ。あ、そうなの。何がついてるの。本当にいろいろなんかポストカードとかも。あ、そんなについてるんだ。私も今どこで買おうか悩んでるんですよ。あ、買うところによってそうなんです。もらえるものが違う。違うんです。もう私は一旦一冊なんでこうもう本当に悩んでどこにしようかな。千代ちゃんだから、千代ちゃんやってるからさ、はい、でちょっと3冊ぐらい買っときます。千代的に、千代的に全部欲しいんですけどみたいな感じで偉い人に言っとけばいい。千代的に全部もらわないとちょっとモチベ上がんないんでみたいな。千代的にポンプしないと千代モチベちょっと保てないんで。勉強になります。言っとこうかな。やばいやばい、悪い先輩に騙されかけてる。偉い、偉いって聞いてるんですかね。うん、チェックしてますよね。自由的にマジ特典全部もらえないと死んじゃう。かわいい。今のはちょっとある意味あげたくなった。本当ですか。超優しいです。これ誰もあげたくならないやつですけど、ちょっとありがとうございます。でも嬉しいね、こうやって、はい、嬉しい。いっぱい買ってくださるんですね。ね、すごい。じゃあ、あの布教用にばらまけば、ばらまけば、さあ読め。ああ、そら読め。なるほど。はい、しゅうちゃん、これみんながこんなん頑張ってるんだから、あ、私たちも買おうか。そうですね。そうだね。私たちも得点3つぐらい手に入るように、ちゃんと。そうだね。買わなきゃ。頑張ろう。頑張ります。いやでも嬉しい。ぜひゲットして楽しんでください。はい。はい、さてさて、お送りしてまいりましたウェブラジオ各週配信野崎くん、まもなくお別れの時間です。はい。番組では皆さんからのお便りを募集中です。お便りの投稿はアニメイト TV の番組メールフォームからお願いします。はい。次回も一緒に。よろしくお願いします。はい、早いですね。早いですね。あっという間に過ぎちゃいました。じゃあ次回もよろしくお願いします。お願いします。では今回の配信はこの辺で、お届けは鹿島優役中原舞と桜千代役小沢ありでした。またねー。